アウトワークス DIY、 お静かにお願いしますよ。静音を計画してみました。静かなるドアドン、静音プロジェクトがついに始まりました。アルトワークス、ペラペラのボディ、軽量化による音という音を全部拾ってしまう、ロードノイズも外の風の音も全てその音を消すために、アマゾンのゴムのパッキンを16メーター購入しました。これはお得なんじゃないか、安いからいいんじゃないか、読めない助燃剤ってなんだい、黒い両面テープもついてこんな形をしています。すごい合成ゴムの匂いがひどかったので、一回アルコールで16メーター拭きました。拭き拭きして、そしてイタリアのドライヤーで温めながら乾燥させ、匂いを軽減させました。ぐちゃぐちゃになってしまいましたが、大丈夫かな、粘着力落ちてないかな、とりあえず貼ろう、貼る面を決めて、シリコンオフよくつくように丁寧に拭き取りました。下から順番にドアのゴムのところに合わせて一生懸命貼りました。ぐるりと運転席からお試しで貼り付けをしました。何度も貼り替えて息を変えて、ようやく完成。よし、閉めるぞ。もう一丁。硬い。どういうことだ。もう一度。えい。ドアがひねってしまうぐらい。ドン。おかしい。ドン。ハンドアが続いた。静音の計画、いや無計画ドアを閉めるときはお静かにお願いします。ご近所さんすいません。よければチャンネル登録をお静かめによろしく。静かなるドンでした。